今日は2013年2月21日です。済生会習志野病院の5階のラウンジっていうんですかね、そういうところから見える景色です。この病院で私昨日19日に手術をしました。歩けるようになってきました。今日の朝の様子です。下に車の出入りバスが見えます。砂沼から来たバスですね。ずっと向こうの方に幕張メッセが見えます。我が家の近くですね。この病院33年前ですか、うちの息子が生まれた病院ですけれども、その頃は国立習志野病院って言ったんですが、とても粗末というか、質素な病院だったんですけれども、今済生会に移って立派な病院に生まれ変わりました。向こうの方が、ここは習志野ですけれども、その向こうの方が千葉市ですね。後方が船橋、そういう位置関係にある病院です。ここから一番近い駅は京成の大久保駅ですね。JR では津田沼駅が近いですかね。この病院隣に東邦大学理学部があります。うちの息子が行ってた大学ですね。その隣に日大の生産工学部があります。以上、済生会習志野病院5階ラウンジからの映像でした。終わります。